bless ko talaga sa dumating sa akin yung boxing. Kasi dahil sa boxing, maraming nagbago sa buhay ko. At ngayon, meron na kami. May lahat na, parang lahat-lahat na, meron na. So, sobrang pasalamat ko talaga, lalo na sa Panginoon na binigyan ako ng lakas na para makuha ko lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Sobrang papasalamat talaga ako kasi dati walang-wala talaga kami ngayon. Dati, so ngayon, halos lahat na nasa akin na, lahat na bahay, lupa, sasakyan, marami na. So parang nakukuha ko na lahat pero... まあ僕のというか、まあ、TV の理念というか、こう興行のこうスタンスとしては、やっぱりイベント性をこう強くして、競技としての信憑性というか、まあ競技性が高くないイベントっていうのは結構やっぱあると思うんで、まあそういうところでの集客じゃなくて、やっぱり本物と本物が戦っていくというか、こうやっぱり競技性を高めた興行をやっぱやっていきたいっていうのが、まあ TV というか、そうですね、僕らがやっていきたい、ボクシングの興行。世界チャンピオンやっぱいきなり一発目で呼ぶのってすごく大変なところもあるんで、それ以外の選手、というか世界チャンピオン以外の選手で、日本でこう、需要があったりとか、まあ世界的にもこう、名前がある選手って考えてた時に、カシメロっていうのが出てきたんで、やっぱり、まあそこに、じゃあ相手が誰かってなった時に、まあやっぱ赤尾さんっていうのは、まあ噛み合うなっていうのもあって、今回の試合が決まりましたね。まあ、ただ今回こうやって契約までは決まって、こう、試合っていうのは決まりましたけど、やっぱり、まあ、カシメロにはすごくいろんな問題があるし、ビザも取れるか、ちょっとわからないとか、いろんなこともちょっとあるんで、そこだけはしっかりやっていかないと、いけないなと思ってますし、ちょっと今は、現時点ではすごい不安ですね。まあ、我々が知ってるだけでも、彼の問題点っていうのは、まあ、ドネアとの試合が中止になった。で、ポール・バトラーとの試合が2試合とも中止になった。まあ、それと、養女に対する性的暴行事件。まあ、どうやってビザを取るかっていうのが一番の問題で、まあ、やっぱりその性的暴行によって、彼はフィリピンに帰れないと。っていうのが、もうはっきり言ってこの業界の中ではみんなが言ってることだった。で、カシメロ自身も言ってるし、フィリピンには帰れないと。で、彼のマネジメント会社もフィリピンには帰れない。だから、まあどうやって第三国にいて韓国へのビザを取るかっていうのが、まあ問題だったんだよね。だから、この話をしてるときにちょうどカシメロはイギリスにいたんだけど、まあそれの滞在期限も迫ってて、じゃあどうすればいいんだ、どこに行けばいいんだってなったときに、まあそのフィリピン人がビザなしで行けるところっていうのを一つがタイだった。だからもうタイに行ってくれと。で、今後どうやって、まあ、ビザを取るかっていう話も兼ねて俺たちもタイに行った。じゃあもうその逮捕されるされないってさえあったじゃないですか、はい、その時点もうそれ以外でも結構警戒することはあるんですか。まあ、だから入管でその最悪もう止められないっていう可能性を高めるんだったら、その10月のギリギリの日付でその何も裁判のその拘束するよ、あの要件がないっていうのを書類であった方がまあベターですよね。まあ弁護士がいるっていうのは大前提として。韓国へのビザをどうやって取るか、まあそこの話をしてたんだけど、まあ実際それでエージェントに入ってもらって進めてたんだけど、ただ結局言われたのが取れるか取れないかわからないと。で、試合までっていうのはもう1ヶ月ちょっとで、まあ取れるか取れないかわからないものを待つのか、それとも、まあ業界の中ではフィリピンに入れないとは言われてるけど本当に入れないものなのか、まあそれを調べようということで、まあ弁護士使って本当に彼に逮捕状が出てるのか、訴訟があるのかっていうのを調べてもらったんだよね。2022年2月、
トップランクの主要メディアであるアメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN やフィリピンの GMA ネットワーク、これらの複数のメディアでカシメロによる未成年の少女に対する性的虐待が報道されました。フィリピン警察は被害者の告発を受け捜査に乗り出します。しかし被害者とされている女性がすぐに証言を一転させます。マルク、ボギーフォーライフ、デイビッド、ラシッド、matanong ko lang, nung nag-file tayo ng kaso, alam nyo at alam ko na 21 ang nakalagay sa PSA na yon. Bakit nyo pa rin tinuloy ang pag-file ng case kung alam nyong ginawa ko o tama, totoo ba yung mga pinagsasabi ko sa korte? No? Hindi totoo, alam nyo kung bakit? Dinagdagan nyo eh. Dinagdagan nyo, masakit yung nangyari, pero nakamove on ako. Hindi totoo na hinipuan ako ni Champ. Dinagdagan nyo yan, mga putang ina nyo. Ano, hinipuan ako ni Champ? Ganun na ba talaga siya? No! Tamang hawak lang sa akin. Dito! Dito ha! Nakikita nyo? Lagi na mura siya eh. Nasasabi ko, dinismiss ko kanina yung kaso na yun.今彼女が挙げた名前の男たちはもともとカシメロが MP に所属していた時の取り巻きで、中には登録者10万人超えのインフルエンサーもいて、未だにネガティブキャンペーンを張り続けています。彼らはしきりに今回のカシメロ赤尾線はフェイクだと主張していて、動画内でこんなことまで言ってます。Niloloko na naman ho kayo. Niloloko lang ho kayo. Lahat ho ng mga nababasa niyo na tuloy ang laban tuloy ang buhay. Hindi ho totoo yan. Hindi ho totoo yan. Wala pong katotohanan sa lahat ng sinasabi nila. At hanggat nandito kami, eh hindi ho matutuloy ang mga darating nilang mga laban. Nagawa na ho namin yan ng unang beses noong laban niya sa Dubai against Paul Butler. Ginawa na rin ho natin yan sa pangalawang beses against Paul Butler again. Pero lahat po yun nagtagumpay. Lahat ng pagtatrabaho natin, lahat po yun nagtagumpay. At 結果彼女が被害届を取り下げたという話の通り、カシメロには指名手配もかかっていないし、刑事告訴もされていませんでした。まあ、とにかくカシメロがフィリピンにいるっていうことを誰にも知られたくない。どんな妨害を受けるか分かんないし、まあ、何か訴訟みたいなのを起こされる可能性もあるし、ただ彼は相当な有名人だから、まあ、空港の中でも、まあ、フィリピンに行く空港だから、飛行機だからね、フィリピン人もたくさんいるし、とにかく顔バレしないように変装して、で、まあ、人が極力少ない時間帯にしようということで、深夜の便で、マニラに入ることにした。まあ、イミグレで、まあ、何かしらの理由で拘束される可能性もなくはなかったから、だから一応空港まで弁護士さんにも来てもらって、俺の知り合いでマニラに通じてる人がいるから、まあ、その人に車も用意してもらって、とにかく人目につかないように。何事もなく着いたね。うん、問題なしだ。ここまでは今何つったか言って。今なんて言ったって？カシメロと俺らはホテルが別なんだよ。はいはい。カシメロは要するにその中で部屋から一歩も出ないって言ってるから、ああめちゃくちゃ広い部屋借りて、ああでそこに3人入って、はいはい、でそのホテル、その部屋の中で練習できる環境がいいじゃん。ああだからそこをわざわざ予約したんだけど、ああ俺たちと一緒のホテルがいいって言ってかわいいね。ああかわいいな。どんだけ信用してんの。They're waiting for the document from Cebu. Who? Yeah. Another document. So I have it printed na lang here and then submit this Monday. Monday. Monday is okay. Okay. Still okay. Sa US pa, yung mga firma ni Tata. Kaya na sa US. まあ、チームカシメロがホテルの一室に泊まって、まあ、そこにカシメロの妹も加わって、ね、まあ、4人で
あのホテルに泊まってたんだけど、だいたい1週間ちょっとぐらいマニラにいたのかな。もうカシミロ自身は一歩も外に出ない。でホテルの部屋の中で、まあ、毎日練習をするっていう状況。まあいくらさ今までいろんな経験もしてるだろうし、敵地で戦ってきた選手といえどもさ、まあ俺らなんかまあ当然敵なんだけどね、これで試合できんのかって正直思った。あのたださ、まあ我々も彼の部屋に行ったりした時すごい明るくてね、そんな状況でもあの全然自分が満足にな練習はできてないはずなんだけど、ネガティブなイメージは一切持ってなかったよね。いやなんてタフなやつだと思ったもん。まあ自分の練習環境に対する不満っていうのは全くないように取れた。でこれはインタビューでも詳しく聞いたんだけど、うん、全然問題ないと。いやもうほんとすごい。でもこれあの日本人の選手だったらこんなんじゃ試合できないって絶対言うから。Kaya ngayon si ano si Jason sumasakit yung kamay niya dahil pinursigi talaga namin, nag hard work talaga kami, kaya ngayon si Jason sumakit yung kamay niya kakasalubong sa mitts namin, na malalakas yung binabato namin sa mitts para yung training namin gusto namin paakyat kahit nandito lang kami sa kwarto, gusto namin hindi mahina yung training namin, gusto namin malakas pa rin. So guys, dito na kami sa Korean Embassy. Kukunin na namin yung visa. Pinapabigay na kunin namin yun yung visa. Dito na pala, marami ng passport, oh. It's the visa of General Casimiro, 3-time world champion. Ito na. Ito na. Season, December 3. Yeah! Babalihin na yung gusok niya. See you on December 3, South Korea. You know. So, kita-kits tayo dyan sa Korea. Let's go! Dito na sa akin, guys. And Jason, pakauna mo lugaw ko ng kalaban, ha? まあ報道されてることであったりさ、まあ人からの話であったり、蔓延してる空気感とかさ、まあ今回は全然違ったって話だよね。So, ipapakita ko lahat yung best ko dito at magiging aggressive yung laban na to kasi gusto ko manalo talaga. Tapos gusto ko mapapakita ang gilas sa mga tumutulong sa akin na hindi ko hinahayaan na manalo, matalo tayo sa laban na to. Gusto ko manalo at bigay ko yung best ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Get up on your feet, this is a shakedown. 明確な目標っていうのはずっとない中やってきてたよね、仕事として。満足はしてないよね。やっぱ自分が挑戦するような試合が一試合もないからね。あの何のためにやってるのかって言ったら家族のために働く。じゃあサラリーマンだったらね、毎日電車乗って会社に働きに行く。サッカー選手だったらね、サッカーをする。野球選手だったら野球をする。プロボクサーだったらリングで戦う。だから仕事としてプロボクサーとして生きていたと。
いや何回も腐ってたと思うよ。練習だってね行かなかったりした時もあったけども、やっぱり谷口さんがジムで待ってる。谷口さん自分しか見てないんで、休む時は谷口さん連絡するしなきゃいけないじゃない。まあだから練習しに行ってるっていうより、まあ谷口さんに会いに行ってるっていう方が強かった時もあるよね。結局世界1位から1位にして全てを失って日本レベルに落ちてきたわけで、日本人とやって日本タイトルもやって、日本タイトル取ったって誰も褒めてくれないし、何のためにやってんだろうなって思った時もあったし、まあ自分のためのボクシングから家族のためのボクシングに変わったっていうのは、まあ背負うものが多くなった方がこう大変だと思うんだけど、自分は家族ができてからはすごい軽くなった身が、それまでは自分なんていうのかな、大きく見せようと、強く見せようと、試合のパフォーマンスでもそうだし振る舞いでもそうだし、でももう結婚してから変な力が入らなくなった。もう別に負けたら負けたで違う道で食わしていかなきゃいけないし、それまではもう負けたら何者でもなくなると、明日から普通の人になっちゃうっていう恐怖に怯えてたけど、負ける日は来るんだからいずれね、負けたら負けたで負けた時に考えればいいやっていうふうに吹っ切れた。そしたら今できることをしっかりやろうと、今できる動きを試合で見せようと、大きく見せようと思わなくなったっていうことが、自分の今のベストなパフォーマンスを出すっていうことだけにこう気持ちがいったっていう。まあ赤穂本当に今まで負けたのが世界戦での2度と、でまあやっぱり試合を見ててもさ、どんな不細工な試合になろうと最後はなんとか勝ちに持っていくじゃん。彼のリング上でのその本当勝ちに執着する姿っていうのは本当に他の選手と比べてもやっぱり尋常じゃないと思うんだよ。ただまあ今の時代っていうのはそのなんて言うんだろう、別に物理的に何かに飢えているわけじゃないじゃん。でも何か精神的な飢えであったり、なんかこのまあ例えばボクシングやめて一社会人になったらさ、まあ何かこの漠然としたこの社会に取り込まれるんじゃ、取り込まれながら生きていくんじゃないかっていう、そういう不安ってさ、やっぱあると思うんだよね。そういう人間がボクシングやるとも思うしさ。まあ赤穂なんか本当にそういうマインドを持ってると思う。で、まあ世界戦で、二度目の世界戦で負けて、で、その後の復帰する過程でも、まあ、要するに試合を飛ばしたこともあるし、計量失敗したこともあるし。まあ今じゃさ、こうやって YouTube やってることによっていろんな人からサポートを受けれるようになったしさ。で、なんて言ったって、まあ子供もできて、愛犬家で、なんかいろいろ満たされてるとは思うんだけど。ただ、彼の根本ってのは変わってないと思う。そうですね。やっぱりカシメロが世界的な、まあ、名前がある選手ですし、そこで言ったらやっぱりネームの差っていうのは赤穂選手とはすごいやっぱ差が出てくると思うんですけど、やっぱりカシメロも1年半ぐらいですか、試合もしてないですし、下の階級から上げてきてる選手で、まあ赤穂さんももちろんそうですけど、最近やっぱスーパーバンタムですごくフィットしてきてきてる感じもありますから、パワーは赤穂さんの方が僕あると思ってるんで、まあカシメロがこうディフェンスはいいですけど、そういった中で赤穂さんにも十分勝機がある試合だなと思ってて、まあカシメロが本当に万全で仕上げてきたらやっぱり強いなと思いますけど、やっぱ1年半ぶりの試合でこう今回の試合にかける気持ちっていうのは絶対赤穂選手の方が強いと思うんで、まあここでまあやっぱパンチありますから赤穂選手って十分僕は勝機がある試合だなと思ってます。もちろんね、世界的な名前はやっぱカシメロの方がありますから、そこではやっぱりどっちが有利かってなったらカシメロですけど、十分赤穂選手にもこう勝機がある試合だと思いますね。ステータスほどに2人の差はないと。そうですね。だから周りが感じる3階級制覇チャンピオンカシメロっていうのと、まあこう
まあ世界戦以外は分かってますけど、やっぱりこう世界的な名前があるわけじゃないですけど、赤穂選手は。けど、そのネームバリューのさほどの今のボクシングのレベルの差は絶対ないと思ってますね。で、2年前ぐらいからは、こういう試合がね、カシミルとかネリとか、ネリとの話も出たでしょ。あそこからもう、岡さんと本腰入れてフィジカル作ってきた。今回のために。ああいう一流の選手でやっても当たり負けない体、フィジカルを作ってきた。それを試す時が来た。やっと。うん、自信ありますよ。うん、自信あるな。タイの時よりも。世界戦、1回目の世界戦、2回目の世界戦の時よりも自信あります。いや、不安もあるよ。不安もある。やっぱすごい選手だし、自分のキャリアで最高で最強の選手だし、怖さもあるし、倒されるかもしれないっていう怖さもあるし、うん、負ける怖さもあるけど、でも今回の試合はもう自分自身でちょっと楽しみ。自分が何年も作ってきたボクシング、岡さんと谷口さんと作ってきたボクシングがどこまで通用するのか、自分が想像してたより強い自分がもしかしたら出てくるんじゃないかな。この前ドネアとスパやった時、あ、やっぱ俺強いなって久しぶりに思ったし、それを試合で見せたい。試合が決まってから赤穂の本当にこの試合に集中する姿であったり、この練習の内容を見せても本当に今までで一番強い赤穂だと思う。僕、とりあえずパワーがやべえんだろうなと思ってちょっと警戒してきたんですけど、やっぱまあそれは想定ないぐらいだったんですけど、スピードが思ったよりあって速っと思って、そこに驚いたんです。まあ、赤穂さんも結構積極的にちょっとこう自分から前に行くんで、あとカシメロは多分結構待ちというかビッグパンチ狙ってるんで、常に基本はそんな自分からプレスかけるタイプではないんで、まあ、ポイント的にも、まあ、真ん中ぐらい、中立ぐらいのラウンドだったら、まあ、前行ってるっていうので赤穂さんにポイント振られるかなと思います。まあ、KO が生まれるとしても、まあ、赤穂さんも聞いた時の、相手が聞いた時の嗅覚っていうか、半端じゃないんで、カシメロぐらいビッグパンチ振って、豪快に倒すんじゃないかなと思います。そしたら、うん、もうバッチリ仕上がって、もういつでもリングに上がれる状態。36歳になって、瞬発力とか全然落ちないもんなんですか？うん、落ちない。うん、普通にだからトレーニングしてれば、瞬発クイックネスとか俊敏性、そういうのを意識してトレーニングやってれば、36でも40歳でも、まあ、40歳42、3歳になっても瞬間的なスピードとか絶対落ちないんで、うん、だからそういうトレーニングを積んでなければもちろん落ちていくだろうけど、うん、ちゃんとトレーニングやってれば、うん、大丈夫だ。瞬間的なスピードは落ちない。ただそのスピードをずっと持続するっていうのは多少落ちてくると思う。うん。でボクシングでずっと速く動き続けるわけじゃないじゃない。瞬間的なスピードが速ければいいから。うん。だからそれなりに年取っても、うん、大丈夫だと思うよ。もう何も考えてないですね。別に勝つつもりで言いますけど、勝って、この試合が最後でもいいと思ってますし、まあ、終わってみないと分かんないですけど、でも本当に最後だと思って練習してるから悔いなくできますし、この一戦に全てをかける、このカシメロ戦に俺は全てをかけます。まあ、当然その気持ちは分かるんだけど、まあ我々からしたら別に赤穂の死に場所を用意してやるためにこんなでかいイベントやるわけじゃないからね。Treasure Boxing Promotion、カシメロ vs. アカホ at Paradise City Hotel。